疲れたね。ああ喉乾いた。確かにお母さんも喉乾いた。ああ十時でも買おうか。うん、この自動販売機でね。喉乾いた。もうあんたの携帯からなんか全部お母さんの家で取るけ、もう重かった。どこだ、あ、サンバーあったか。あ、おいしょいしぇい、ありがとう、ありがとう。拾いました。何ゲッチュ、拾いましたよ。拾いましたね、今お母さんが落としたった。何言ってる、返して。交番に届けます。は、何言ってる、知ってる、交番に届けたら1割もらえんの、お金。何やった、今お母さんが目の前で落としたんだ、これお母さんの財布だけ。いやいや、返せ。いやいやいや、落とし物やから俺が拾いました。これを交番に届けます。何言って、1割やれって言った。はい、バカじゃないと。あんたもらうよ、返せって言う。いやいやいや、何言った、私も拾ったもん俺。何考えとった。うお、結構入ってるな、この落とした人困ってるやろな。じゃ困っとった今、返してて。ええ、交番届けるか。1割もらうんだな。あ、もう届けよか、取り行くじゃん。はい、届けるもよか、届け行け、交番届け行けって取り行くよ、お母さん。でも今日届けるかどうか分からへん。何言ったあんた、あんたが今やりうること意味分かっとる。あんたの親だっけ、お母さんの財布拾った、拾ったって、うん、交番届けに行くて、うん、いかんなら1割やれって、うん、何考えたと、返せって言った。なんで1割やればよかった、あんた財布の中の1割やればいいと。まあまあまあ、ほんまは手間賃とか考えたら取りに行くのめんどくさいやろ。あんたも届けに行くのめんどくさいやろ。いや、もうちょっと欲しいけど、その場でくれんやったら、まあまあまあ、すぐやね、すぐにくれんやったら、まあちょっと考えてもいいかな。分かったな、2000円ぐらいやろたら、今ちょうど2万ぐらい入っとるけん、あともう1000円。もうええけん、はい、3000円。いい、もう返せ、分かったけん、やるけん今。ほんまにちょうだいよ。ああ、やるて、ほんまやで、やるて。言ったな、言ったとやるけん、返せ。けど、分かった、ああ、よし。おお、つとった財布拾った、誰んとこな。あ、免許証入ってる。あ、お母さんのだ。は？今お母さんも落としたの拾ったっけ。え？だけ権利なくなっただけ。だけお母さんもやろうと思ったけど。やば？落としたけ一回。だけ一回ひろちゃんのものでも私のものでもなくなったけど、私が今拾ったけ。めちゃくちゃやん。いや、めちゃくちゃやろ、あんたよ。最悪や。チャンネル登録。よろしくねー。